スーパーサイヤ人となったベジータであったが、新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ、17号、18号。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。出たな、化け物。次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だったな。人違いだ。邪悪な予感。人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ！太陽剣！ピッコロたちから逃げながら人々を襲い、パワーアップしていくセル。病気は治った。俺はこのままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃあ行ってくる。それから一日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか？忍び寄るセル。何も喋らなければ殺す。いいな。ふん、そう簡単にはいかんぞ。
人造人間でもないのにやるじゃないか。だが俺のエネルギーは永久に減らない。勝負はこれからだ。セル！とうとう記念すべき日がやってきた。この私が17号18号と合体し完全体となる日が。これでいくスーパーサイヤ人をさらに邪魔だ。見せろ、カカロット。おい、ウーナー、修行にいい場所知ってんだ。ここだ。誰から使うか。ベジータとトランクスが先に見える。後悔することになるかもしれんぞ。しかし、その間に最強の肉体、完全体を目指すセルがさらなる進化を止めてしまう。カカロット、貴様がこれから入っても無駄になる。うまくいったんだな、ベジータ。さあ、ベジータに自信あり。貴様がセルか。降りろ。セル、お前を粉々に砕いてやるぞ。私を？貴様がか？そうだ。よく見るがいい。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。どうした？その程度ではな。ぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。ぬおちくしょう。完全体に、完全体になれさえすれば。おお、ならば完全体とやらになるがいい。楽しみにしているぞ、セル。見つけた。そこにいたか。18号体を蹴る。
テルの完全体完成。思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいだろう、ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。だからウォーミングアップだと言ったではないか。ふざけるな！どうしたのだ、さっきまでの勢い。笑えよ、ベンジン。そんなバカな。